皆さん、ようこそ広島大学歯学部オンラインオープンキャンパスにおいでいただきました。歯学部長の谷本です。皆さんは今、新型コロナウイルスの影響下で大変な中、日々勉強に励まれていることと思います。これをご覧になっているということは、おそらく歯学部を含めた医療系の学部の受験を検討されていることと思います。歯学部についてご紹介したいと思います。歯科医院が世間一般で過剰と言われてもう何十年にも経ちます。私が歯科医師になった時から歯科医師過剰ということはすでに叫ばれていまして、そして世間ではすっかりそのイメージが定着しています。なぜこんなことになったかと申しますと、実は昭和40年から昭和50年の時代に歯科医師不足が逆に叫ばれていた時代があったからです。その時に全国に多くの歯科大学が作られ、一気に4倍に増えました。広島大学歯学部は昭和40年に全国国立大学の3番目の大学として設立されました。結構早い方です。平成17年には前身の歯科衛生士学校、歯科技法士学校が現在の、口腔健康科学科として設立されました。で、これによって広島大学歯学部は歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、あらゆる医療職種を、歯科医療職種を教育できる全国でも珍しい大学になりました。このことには大きなメリットがあります。で、その一つが合同授業で、最近では多職種連携教育 IPE などと言われますけれども、そうした、複数の職種が集まって行う教育ができるということがあります。で、これに加えまして、広島大学歯学部がある霞キャンパスには薬学部や医学部もあります。そして歯学部には国際歯学コースといって留学生のための専用のクラスもあります。で、これらの組み合わせによっていろんな教育ができます。で、例えば、あらゆる医療現場を想定した、シミュレーション教育ロールプレイが可能になっています。こんな大学他に全国にありません。広島大学、歯学部は3番目に出てきましたけれども、実は全国には国公立私立大学を合わせて29の歯科大学があります。そして昨今ではその歯科大学の優劣が国家試験の合格率をもって語られることが残念ながら多くなりました。で、実際のところ今年の広島大学歯学部の合格率、歯科衛生士歯科技工士について言えばほぼ 100% です。で、歯学科について言えば新卒者が 88%、 既卒者が 78.5% です。で、全国平均が既卒者含めまして 66.5% 余りですので、比較的高い方だということになります。で、もちろん歯学部の在学中にこれらの国家試験の勉強に集中してこれだけ行えば 100% に近づけることはもちろん可能ですけれども、問題はそもそも国家試験というものは医療者になるための必要最低限の知識を問うための試験であるということです。この勉強ばかり、国家試験の勉強ばかりをしていると、もちろん医療の均質性とか最低限の知識というものは身につくかもしれませんが、金太郎飴のような個性のない歯科医師ばかりになってしまいます。歯科医院が非常に過剰と言われて久しいんですけれども、だからといって医療そのものが現在衰退しているわけではありません。逆に少子高齢化社会を迎えて、日本あるいは他の先進国においても歯科医療のニーズはむしろ高まっています。そんな中で問題は量ではなくて医療の質そのものが変化しているということです。より多様性、複雑な疾病に対応するための高度な能力が歯科医師あるいは歯科医療従事者に求められている、そういう時代になっています。そんな中で広島大学歯学部は非常にユニークな昔から教育をしています。ここでしかやっていない
授業がいくつもあります。その授業の内容については、このオープンキャンパスの他のコンテンツでご紹介していきたいと思います。